おめんたいたいけんしくんです。今、急遽、仕方なく撮ってるんですけど、商大セミナー完売しました皆さんありがとうございます。だいたい50名前後ですかね。お申し込みいただきまして。まあ、ちょっとキャンセルも含めてなったんですけど、まあ、ちょっとキャパ的にいっぱいいっぱいかなっていうところですかね。でね驚くことに、15歳から18歳ぐらいの人たちが、 ま、多分、高校生年代ですよね。まあ、10名ぐらい来て、まあ、あと、なんか、いくつか階層に分かれてるんですけど、まあ、そこが一番多い階層っていうことで、誠にありがとうございます。で、今ちょっと伝えたいのが、まあ、あの、もう実技はできないです。正直、防具つけて人増やすのできないんですけど、まあ、見学者だったらいけるかな、みたいな。 はい。見学者だったらいけるかな、みたいな感じなんで、10名ぐらい、もう少し来ていただくことも可能だと思います。まあね、こうやって言うと、ちょっと画面ついとかなんとかっていう風に言われるかもしれないですけど、もし、ちょっと、あの、有料でもいいよっていう方がいらっしゃったら、来ていただいても大丈夫です。で、トークセッションっていうのがあるんですけど、これは、えー、実技セミナーとトークセッション。 分けて開催、一応する予定ですので、トークセッション来たいよっていう方は、まあ僕と、その先さんと、もちろん特別講師の、正代さんと3名で、えー、まあ団っていうかまあソファー座ってね、えー、1時間ぐらい語られますんで、そこにちょっと立ち会ってみたいよとかっていう人は、ぜひ来てください。まあね、これはあのー、まだまだ全然、 キャパ的にも余裕なんで、まあ、二三十人来ても大丈夫なんで、ぜひぜひ、例えば午前中の稽古終わって、行けるよとか、そういう方がいらっしゃったら、いい来てください。めちゃくちゃ盛り上げますんで、よろしくお願いします。お待ちしてます。コメント武者修行の時から4本だよ。こっちがやばいか。